皆さん、こんにちは。本日、フェスの投票をしていきたいと思うんですけども、皆さんはどのチームにするかも、決めたでしょうか？今回ですね、この、フェス、ストロベリーか、バニラか、チョコミントなんですけど、ちょっとね、決められなかったのですよ。アイス好きで、なんか、簡単に決められるかなと思ったんですけど、意外と俺、チョコミント食べたことなくて。で、チョコミントじゃなくて、ミントが好きだからさ、チョコミントかなと思ってたんですよ。ただ、でもそれでもやっぱり決められなくて、ちょっとヒレオさんと、じゃんけんをしてきました。こんにちは、ヒレオさん。こんにちは、ルミちゃん。なのでですね、今我々は、この場にいるわけなんですけど、はい。ちょっとチームを決められなかったんですよ。はい。はい。なので、じゃんけんをして決めていきたいと思います。はいはい。で、俺はチョコミント派がいいんだよね。僕はバニラがいい。そうだから、勝った方のチームの、投票をしようかなと思いまして。はいはい。俺ね、考えがあって、スプラトゥーンのじゃんけん、武器の系統でじゃんけんしようかなと思います。はい、はい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 。で、シューター系を持ってきたらグー、グー。チャージャー系を持ってきたら、チー。何チーって。チョキ。チョキのことね。チョキね。はい。で、ローラー系を持ってきたら、パーということで、じゃんけんをね、スプラトゥーンでやっていきたいと思います。はい。ということで、エルサ、じゃんけんしましょう、今から。じゃあ、武器買いに行ってくるわ。え？今から？違うよ。違うよ、おい。おい。行くな。行くな。じゃんけんするぞ。行くな。だって武器変えてこなきゃ。持ってんだよ、あなた。もうちょっと早く来て、早く来て。こっちこっちこっち。だってなんですから。行くよ、ヒロさん。はい。スプラじゃんけん、じゃんけん。じゃんけん、ぽい。はい。うわ、ウロちゃん後出しなんですけど。あれ？で、負けたわ。ウロちゃん後出しで負けてるじゃない。あ、いや、後出し関係ないよ、これに。あ、関係ないか。ヒロさん、グーか。いや、僕グー。俺、チョミちゃん、それ。いや、マジか。チョキじゃん。チョコミントじゃん、ウロちゃんの。いや、負けたけど。ウロちゃんの負け。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。ウロちゃん負けてやんの。うるさい、うるさい、うるさい。ウロちゃん負けてやんの。はい、ということで、負けてしまいました。まさかスプラトゥーンの武器でじゃんけんをするとはみんな思わなかったでしょ。勝ったらね、チョコミントにできたと思うんですけど、バニラに、はい、負けてしまったのでね、男らしく投票していきたいと思います。うわぁ。まあ、でもバニラ好きなんだよね。ソフトクリーム好きだから、まあ、ぶっちゃけ俺ソフトクリームのさ、コーンの部分が好きなんだね。バニラの、甘いとこじゃなくて、サクサクしたとこが、バニラとの相性が良くてすごい好きで。はい。ということで、バニラに投票します。あ、いけない。なんか、いやぁ、行きたいな、チョコミント。投票したよー。あー、俺的にはチョコミントが良かったな。チョコミントってさ、歯磨き粉の味するって言うじゃん。違うんだ、歯磨き粉がミントの味をするんだよ。本当にミントが悪いわけじゃないんだよ。歯磨き粉を真似してるんだよ。なん、まあ、バニラ、うん、まあ、でもコーンがうまいからいっか。しょー！水投票しまったぜ！誰誰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